しおきざなりの狼牛の姫かの。え、ちょっと待ってよ。モンテ頑張って、モンテリオ頑張れ。少しうち揃いて本格始動に先立ち、この年悔し涙を今シーズンは嬉し涙に書いていただきますよう心からご祈願させていただきます。チームとしては J1 昇格、そして J2 優勝というところと、まあ、個人的な目標としても10得点に関わるというのを目標にしているので、そういったところをお願いしました。まあ、個人的にも右の方が得意かなという思いはあるんですけど、まあ、右左関係なくチームのために全力でプレーするだけかなと思います。今日はどんなことをお願いしますか？優勝です。はい、もうそれだけです。一番上を目指さないと、まあ、結局低いレベルで物事を考えてもしょうがないので、ちょっと高いところから考えたいなというのがありますね。あの、他と違うのは僕らは今まで積み上げてきたものがあって、まあ、そこに対して必要な人、必要な人材をあのしっかり狙った通りに獲得することができているので、あの、まあ、我々は我々でしっかりやっていけばそれなりの結果が出るのかなとは思っています。